民の 34% が貯金ゼロですよ、ね、だから1億総中流意識の時とえらい違いだよね。あ、うん、だからね、もう国民の生活現場はもうボロボロでね、誰が順番に自殺するかという状況になってますから、ね、変死体が毎年15、6万人、ね、その名も変死体、変死体、ね、あ、まあ、自殺した。自殺以外に変死体が15、6万人毎年あるわけよ。なんなんですか。行方不明は7万から9万。日本の自殺の現実は毎年10万から11万の間なんです。これが本当なんですよ。え、3万人じゃなくて。とんでもないよ。1日300人ずつ、年間10万から11万人の自殺が本当の数字ですよ。それはやっぱり嘘だと思ったら警視庁に聞いてごらんなさい。これが本当は10万から11万が毎年自殺してんだからね。それは心理的にこう自殺したっていう。じゃあ違うねよ、現実にそれだけ自殺してるわけ。ああ、現実の自殺は変死体の何割が自殺で他殺で飢え死にで病死かってことを考えたらね、分かんないでしょ。変死体16、5、6万人毎年いるんだよね。へえ、嘘だと思うな、聞いてごらんなさい、ね、その何割が自殺かと考えるとね、はい、隠している人もいるわけだよ、自殺をね。子供の縁談とか就職に差し障りがあるから、ね、お父さんが自殺でもね、お父さんが自殺でもね、急性心不全にしてもらうんだよ。医者に50万100万渡して、ね、そんな人が山ほどいるんだよ。最低でも10万から11万人の毎年自殺がいるというのがこれ正しい数字なんだよ。だ、警視庁周辺の35年勤務してる私の友人がね、言ってましたよ。あ、そうなんですか。言ってる言ってる。あ、恐ろしいよ、日本のね、現状は恐ろしい実態があるからね。どうも。だからこれ報道してないだけでね、まあこういうふうな。謎のまま処理されてしまう年間15万の変死体、そして毎年約3万人の自殺者。しかし実は日本という国は誰かが死亡したその理由の9割をなんと警察と解剖専門医ではない医者が理由付けしているという驚愕の異常事態にある。例えば平成18年にはある男性が足にロープで錨を結びつけられ、後頭部と背中には打撲跡があったにもかかわらず、しかし愛媛県警は自殺と断定した。そこで妻が自殺ではないと訴訟を求め、平成21年1月他殺であると推測できるという判決が下された。あるいは2007年4月5日読売新聞の政治部記者石井誠氏が36歳という若さで変死した。後ろ手に手錠をかけられ、靴の中に靴下を入れられ、その上からガムテープで塞がれて。しかし富坂署は事件の可能性は低いと断定した。こうした変死体が年間15万体、その半分が実は自殺しているとも言われているし、また自殺者の9割は他殺であると、これまで解剖5000体以上、検視2万体以上の死体の専門家上野正彦氏は述べられている。これだけ見てもわかるように、日本はすでに腐り果てている。だから日本人の手で